放送事故レベル、大谷翔平のヒットで異変が起きた？一塁コーチのリアクションがヤバすぎると話題に。4月29日日本時間30日にベイアリゾナ州、フェニックスのチェイスフィールドで、行われたアリゾナダイヤモンドバックス対、ロサンゼルスドジャースの一戦で、ドジャース、大谷翔平が披露した、ややハードめなヘッドバンプが、日米両国の大谷ファンの間で話題となっている。7対4、ドジャース3点のリードで迎えたこの試合の、8回表無失1、2塁の場面で、この日の、第5打席となった大谷は、カウント0-1からの2球目、真ん中やや内寄り、高めの変化球を、レフト方向へと弾き返し、タイムリーに。すると大谷は、一塁へと到達した際に、一塁コーチの、クレイトン・マッカロー氏とヘルメットをぶつけ合う、儀式ヘッドバンプを行うこととなったが、その際に大谷は、ハグでもするようにコーチの方に近づき、ヘルメットの右側をぶつけるという、ややハードなヘッドバンプを披露。持ち味である早打ちで結果を出した喜びを、全力で表現することとなった。こうした大谷のややハードな、ヘッドバンプに、日米の大谷ファンが大注目。ネット上の野球ファンからは大丈夫かよ。もはや頭突きハグするのかと思ったわ。なんかコーチも嬉しそうで何より、嬉しすぎてヘッドバンプ忘れそうになってた？これはなかなか珍しい光景。もういろいろやりすぎて、わけわからなくなってきたんちゃう？コツンとやってから、ぴょこって後ろに頭引くのかわいい。といった様々な反響が巻き起こっている。大谷さんは何をやっても美談になるね。いい人だと思うぞ。ラオウの兜みたくトゲトゲヘルメットにしろよ。ヘッドバンプはコーチからの提案でやり始めたことだからええんや。大谷は令和の長島だぞ。国民的ヒーローだよ。大谷へのフォアボールが激減して見てて面白いんじゃないか。本人も面白いだろう。ちゃんとパフォーマンスもできて偉い。そろそろホームラン量産に入るからそんなことしてられんな。昨日は多いお茶を何分流していただろうか。やっぱ大谷よな。日本人すげえ。アメフトかよ。くっそ羨ましい。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しの内容。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。